すごいですよ、綾小路先生。清高君は紛れもなく天才です。生まれながらの天才では意味がない。ここはどんな劣悪な DNA でも優秀な存在に育てる機関であることを忘れるな。あ、はい。俺の息子だからといって一切贔屓はするな。その結果潰れても構わん。珍しいね、アリス。君がそんなに興味を持つなんて。人工的に天才を作るという実験、興味が湧かないはずありません。相変わらずだね、君は。あの子。ああ、彼は先生のご子息だね。確か名前は綾小路清隆君だったか。綾小路。